皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、月一恒例 iPhone 15 など最新情報まとめということで、今月ちょっと早いんですが、いろんな情報、早くお伝えしたい情報が入ってきているので、まとめて解説していきます。このようにね、カラーバリエーションの話なんかもちょっとありますので、楽しみにしておいてください。ということで、1つ目、いつも通り iOS 17 最新情報、これを軽くお伝えしつつ、2つ目、メインの iPhone 15 かっこ仮の噂まとめですね。そして3つ目が、皆さん気になるバッテリーについて、iPhone 15 のバッテリーですね。そして発売日なんかもちょっとね、変わってきそうだなっていうところもあるのと、価格予想も参考にしてもらえばと思います。そして4つ目で、その他 iPhone SE 4とか AirPods Max、 これの2ですね、の話などもありますので、今月も Apple の最新情報満載ですので、ぜひ聞いていってください。そしていつも通り iPhone 15 についての感想、希望、妄想、いろんなコメントいただければと思います。こうなってほしい、ああなってほしい、こうすべきだとか、もうね、毎回コメント読むの私楽しみですので、ぜひですね、書いていってください。そしてこのチャンネルでは、 iPhone、iPad、Apple Watch、iPod についてバッテリーチェッカー、バッテリーのチェックをできるショートカットを無料で公開しております。ここにあるように充電回数もわかるということで、今までね、充電サイクル回数何回したかとか、どのくらいね、バッテリーが残ってるか、こういったことが見れますので、簡単にですね、自分で反映できますので、導入してみてください。概要欄やコメント欄に URL の方を置いておきます。こちらですね、なんとこんなマニアックな内容にもかかわらず10万再生突破しております。こちらもね、見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まずは iOS 17最新情報ですね。1ヶ月ぶりということで、この間に何があったかというと、1つ目、 iOS 17、 iPadOS 17、 両方ですね、これはパブリックベータ版がリリースされました。このパブリックベータ版というのはですね、パブリックなので、要は公開ベータ版ですね。誰でも iOS 17、 iPadOS 17 を導入することができます。ただし2つ目、ベータ版というのはね、バグがあって当然ですので、メイン端末に入れることは全然おすすめいたしません。これね、たまに iOS 17 入れてバグがあって使えないとか、なんでこういうこと起きるんですかとかって DM いただくんですけれども、ベータ版ですので、皆さんでテストするためにリリースされています。要は先に楽しめるという意味ではなく、皆さんがテストして、こういうバグあったよ、ああいうバグあったよというフィードバックを行うためのパブリックベータなので、その辺は勘違いしないようにしてください。で、戻す方法としては3つ目、初期化してバックアップから復元するしかないですので、一般の方はね、今やる必要ないと思います。ちゃんとね、リリースされる時にはバグが基本的には潰れた状態で、秋にはリリースされますので、本当にね、新しいもの好き以外はインストールしないようにしましょう。ただね、もう7月も終わりで、9月にリリースと考えるともうすぐですので、楽しみですね。そしてここからが本番ですね。 iPhone 15 かっこ仮の概要ということで、この辺はいつも通りなんですが、1つ目、基本的に14シリーズと同じ4モデル構成、標準、プラス、プロ、プロマックスということで、このプロマックスがウルトラと呼ばれる可能性はまだあるようです。ただあんまり話出てこなくなりましたけどね。で、2つ目、すべての機種にダイナミックアイランド搭載、 USB-C 搭載ということで、もう最近ではね、当たり前のようになってきていますが、 USB-C はもう搭載されるだろうと。あと、ダイナミックアイランド、こちらも搭載されそうです。これですね、この14の時はプロシリーズのみにあったものが、左からこれね、標準、プラス、プロ、プロマックスのイメージなんですけれども、全部にね、ダイナミックアイランドが搭載されるのではないかと言われています。これは結構いいことですね。そして3つ目、リフレッシュレートはプロのみ 120Hz、 これは今まで通り。そして4つ目、チップは15、この左の2機種、標準とプラスシリーズは A16、 これは14 Pro に今乗っているものなので、既存のものですね。で、15 Pro、 これ右の2機種の方は A17、 最新のチップ、新登場のチップですね。これが初の3ナノメートルプロセスで作られたチップが乗る可能性があると。この3ナノメートルっていう数値が小さければ小さいほど、省電力とか高性能とか、そういったことできる可能性も増えてきますので、プロシリーズはね、かなり期待ができます。続いて、ここがね、この1ヶ月の間でいろいろあったんですが、こちら iPhone 15 のバッテリー搭載容量ですね。で、これ1つ目、 iPhone 15 ではバッテリー搭載容量が大幅に増加、 Foxconn の従業員よりということで、これ Foxconn って生産してるところですね。実際に生産しているところで大幅に増えてるよっていうリークがあったのと、後で説明しますけれども、このままいくと2つ目、今年もプラスシリーズが最大容量で、プロが最小容量となるということで、右の表を見てみると、プロって毎回少ないんですよね。 iPhone 13 時代でも、もちろんミニ
よりは多いですけれども、標準の 3227mAh より3095mAh ということで、プロシリーズは少ないんです。で、プロマックスはね、やっぱり大きいので 4352mAh。で、14の時はプラスが一番多かったんですね。4325mAh。で、プロマックスもほぼ同じなんですが、4323mAh。で、プロが3200、標準が3279なので、やはりプロが少なかった。で、プラスが一番多い。で、15が最大 20% 近く多くなるのではないかという予想がここ記載したんですが、そうなるともうプラスがね 5000mAh 近くて、まあ、プロがちょっとちっちゃいなという、こう具体的な数字が出てきたんですが、これについては一瞬ネット界もおおとなったんですが、こちらのようにこの噂はあまり信憑性がないというのが今の段階では語られています。まあこのフォックスコンの従業員っていうところもちょっと怪しいというところもあったんですが、まあやっぱり増えてほしいっていう希望もあって、結構ね噂自体は出回ったんですけれども、デタラメの可能性が強いと。ただしですね、バッテリーについてはさらに話があって、こちらですね、3つ目、スタック型積層型バッテリーが搭載されるとの噂ということで、これどういうものなのかというと、4つ目、スタック型の特徴は同じサイズでより多い容量の搭載が可能、かつ均一に熱が分散されるためバッテリーの寿命が長いそうです。これね、私も解説できるほど知っているわけではないんですが、例えば電気自動車なんかはこういったスタック型のバッテリーが搭載されていることが当たり前のようですね。ただどちらかというとやはりコストがかかるようです。手間がかかるようなんですね。こういったね良い特徴があるにはあるんですが、生産工程が多いとのことで、今までいわゆる一般的なバッテリーには搭載されてなかった、電気自動車なんかには搭載されてたけどという話みたいです。なのでこれは期待ですよね。同じサイズで多い容量、そしてバッテリーの寿命が長いとなれば、これは嬉しいこと以外ないので、ただしちょっとこれによって値段が上がる、もしくは大量生産で下がるというところであればちょっと嬉しいんですが、どうなるかといったところ。どちらにしてもバッテリーについては増えるのではないかという希望も混じってだと思うんですけれども、噂が回っています。これはぜひ実現してほしいところ。そしてこちら、これも楽しみですよね。カラーとかサイレントスイッチなんかのところもお話ししていくと、まずはカラーから、1つ目、ダークレッド、ローズゴールドは今までもお話ししてきましたが、 iPhone 12 Pro のような深いブルーの噂も浮上してきました。で、これ12 Pro の時はパシフィックブルーと呼んでたんですが、これですね、これは iPhone 15をイメージしたブルー、ちょっと深めのブルーですよね。これでもね、パシフィックブルーすごい人気だったし、かっこいいので、ぜひこういったものあったらいいなと私も思います。そして2つ目がサイレントスイッチはボタン式になり、他の機能を割り当てられる可能性ありということで、これはもう前々からお伝えしているアクションボタンですね。このサイレントスイッチが上下の切り替え式じゃなくてボタン式になって、1回押すとマナー、もう1回押すとマナー解除とか、長押しすると好きなアプリを起動と、そういったことができそうな感じです。これはもうアップローチウルトラでも搭載しているので、ありそうな気がしています。そして3つ目、プロモデルのみチタン素材採用、本体ですね丈夫になると。そして Wi-Fi 6E が搭載されるのではないかと言われております。 Wi-Fi 6E はね、もう iPad とか MacBook にも搭載されているので、まあこれは搭載されるであろうと思いますね。チタン素材の方はどうなるかですね。これ価格かなり上がりますので、その辺のバランスが取れるかどうか、まあプロはプロで本当に切り分けていくなら、そうなる可能性もある気がします。そして4つ目、カメラはプロマックスのみ飛躍的な望遠カメラ、ペリスコープと呼ばれるものが搭載されるとの噂ですね。今のところ望遠といってもプロシリーズは3倍が限度ですけれども、4倍から6倍、もしかしたら10倍くらいまでいくのではないかという噂です。ちょっとここに記載しなかったんですが、 iPhone 15 Pro ではなく15のカラーとして、こういったブルー、グリーン、レッドあたりがあるんじゃないかというのが925Max さんの方で取り上げられていたので、ちょっと画像をお借りしています。これね、全部可愛いですよね。特にちょっとね、このグリーンは可愛いっぽいので、こういった色あるといいですね。皆さんはどの色が好きでしょうか、もしくはどんな色があったら嬉しいでしょうか、ぜひコメントの方お待ちしてます。そしてこちら、前回お伝えした発売日なんですけれども、全部9月か10月、まあたまにね11月とか10月、これはコロナとかであったり、生産の遅れでね14プラス去年は10月にずれたりといったことがありましたが、まあ今年は9月で、15の場合は7日に発表イベント、8日予約開始、15あたりに発売じゃないのというお話をしたんですが、これがちょっと崩れそうな話が出てきて、こちらですね、1つ目、 iPhone 15シリーズすべて数週間遅れる可能性ありということで、これ証券アナリストさんとなってるんですけれども、これは実は iPhone 12の時、さっき12がね10月発売だったとお伝えしたんですが、その遅れるといったことを当てた方だったんですね。同じ方なんです。なのでその12の時に当てた方が15シリーズも遅れるというふうに話し始めたために、ちょっとね信憑性を持って今のところ伝えられてますね。なので先ほど9月に発表会ということがあっ
ったんですが、2つ目、遅れた iPhone 12の時っていうのは、iPhone 12の発表会は10月13だったんですね。発売も遅ければ発表会も遅かったんです。なので、もしね、このアナリストさんの話が本当なら、発表会自体も10月に遅れる可能性もあると。ただ、12の時って結構特別で、いわゆる世界中で流行ったあのウイルスのせいで色々と遅れたというところもあるので、今回はちょっとどうなるかはまだ不明です。で、他のニュースソースだと3つ目、iPhone 15 Pro シリーズだけ、ベゼルを細くするディスプレイの生産困難で遅れる、おわ、深刻な品薄のまま発売との噂あり。ということで、これはですね、ウェブメディアのザ・インフォメーションさんですね。要は発売日はおそらく9月のままだけど、プロシリーズ。これがですね、ベゼルかなり細くするという話で、なかなか生産に苦労している。なので、発売自体をプロだけ10月。もしくは深刻な品薄のまま発売ということで。まあこれね、ただプロシリーズっていつも深刻な品薄のまま発売されるって噂が毎回上がるので、まあいつものことかなと思っているんですが、確かにですね、プロマックスは発売日に予約しないと、一瞬で2週間、3週間遅れになったりもするので、そういった意味では今年も品薄の可能性は高いです。そしてこれはもう前回のままですが、こちらですね、iPhone 15価格についてということで、基本的に15の通常シリーズ、標準シリーズは据え置きではないか、プロシリーズは100ドルぐらいの値上げの噂が強いですね。で、今2023年6月、あ、これ7月現在ですね、7月現在で1ドル136円換算で発売されているということで、予想価格が右なんですが、4つ目、歴史を見ても標準シリーズの、ね、値上げはないと予想ということで、 iPhone 12からずっと値段変わっていないので、まあおそらく標準シリーズは変わらないだろう。で、現在ですね、14はこのような値段になってるんですが、15は標準シリーズはこれ14時代と変わらずで、プロシリーズ15プロと15プロマックス、これは100ドル値上げされたらという想定でいくと、14,600 円上がって164,400円、プロマックスの方は14,500円上がって179,800円、まあこの辺の値を切りを良くした価格になるんじゃないかとちょっと予想されます。先ほど言った通り、プロシリーズだけね、チタンになるだとかいろんな話ありますので、もしかしたら値上げされる可能性はあると。もう本当に欲しい人だけ買うんだよっていう価格になるのではないかと言われております。この辺の戦略はね、もう iPad と似てきたなという感じです。今も iPad シリーズって、標準シリーズは安く順当に現代なりの性能でというところで出していますが、プロになると突然 M2 チップになったり、ミニ LED が搭載されたりしていて、価格も圧倒的ですよね。 iPhone もそんな感じになっていくのかなという気がしています。そして15以外の話では、こちらその他 SE4 や AirPods Max 2の噂ということで、先月もね、 SE4 についてはお話ししたんですけれども、やっぱりというところでもうちょっとまた声が上がってきて、1つ目 iPhone SE 第4世代は2024年も発売されない想定、早くても2025年以降、これは先月お伝えした通りで、2つ目、なんでかっていうと、モデムはですね、初の Apple 製が搭載される予定ということで、 Apple としては SE4 で初めて 5G モデムを試そうとしているっぽいんですね。ただそこがね、まあうまくいってないのか、まだまだ良くしようとしているのかわからないんですが、もうちょっと先になりそうだということですね。なので、ある意味 SE3 をね、安心して買ってもいいよということになります。そして3つ目、これはですね、 AirPods Max 2についてなんですけれども、先日ですね、 Beats Studio Pro、 これがですね、久しぶり、6年ぶりですかね、 Beats Studio ブランドが久しぶりに発表されて、これの機能は少なくても搭載されるんではないかと言われております。で、この Beats Studio Pro っていうのは何があったかというと、 USB-C 接続でロスレスの再生が可能、そしてノイキャンの強化ですね。まあこの辺は当たり前だとしても、期待されるのはやっぱりこれですよね。 USB-C 接続でロスレスの再生、今のところ Apple のデバイスだけで、 Apple Music でせっかく聞けるロスレスが聞けないんですよね。 Apple 以外の製品を揃えれば聞けるんですが、そういったところからも、もしかしたら AirPods Max これの2が Apple 製で初めてロスレスが聞けるヘッドホンとして登場するのではないかと言われております。ただこれね、ちょっと書かなかったんですけれども、発売時期自体は2024年後半とか2025年前半とか、結構遠くに言われています。ただ AirPods Max 1はね、突然12月に発表されたので、そういったところからも、もしかしたら今年の12月にあるのではといった話もね、なくはないです。ただやはりね、 Beats Studio Pro より劣るわけにはいかないでしょうから、そのくらいの機能は積んでくるのではないかという話ですね。これも楽しみです。はい、ということで、毎月お届けしてきた iPhone 15など最新情報まとめなんですけれども、1つ目、いよいよ近づいてきましたということで、9月、遅くても10月には発表されるということから、もう1ヶ月かね、2ヶ月ぐらいで発表されるということになってきました。まあ、たくさんのね、噂ありますけれども、これ以外のものを発表してくれることを私は Apple に期待しています。おそらく皆さんもそうじゃないでしょうか。そして2つ目、バッテリーの改善は全員が嬉しい話。こればっかりはですね、喜ばない人
人いないはずです。どちらかというともう標準シリーズはバッテリー長持ちで今の性能でもいいからという人もねたくさんいらっしゃるかと思いますので、ここはねぜひ実現してほしい話です。そして3つ目、プロっていうのはすごく高くはなりそうなんですが、プロはプロらしくするのは私も賛成ではあります。先ほどお話した通り iPad のプロなんかはやっぱりね極めようとする人しか買わないので、 iPhone なんかもねそんな形になっていくのではないかなと思っています。で逆に分かりづらいよりそういった差別化をねどんどんしていった方が iPad のようにねそれぞれ人気が出るのかなとも思っております。皆さんはどうでしょうか。ぜひね iPhone 15についてコメントいただければと思います。感想、希望、妄想何でもいいです。ぜひ書き込んでいってください。またこのチャンネルでは最初にお話しした通り iPhone や iPad、Apple Watch に iPod Touch までバッテリーの詳細を確認するツールを無料で公開しています。普段は見ることができない充電サイクル回数やバッテリー残量を確認することが可能なので、これの使い方をね丁寧に解説していますので、見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。